人のためになれる仕事がしたいって思ったのと、高校生の時に化学が好きで、特に有機化学が好きだったので、その薬剤師になりたいと思って薬学部に入りました。地元が山口県っていうのもあるんですけど、その広島大学は薬学部の人数が他の国立大学に比べてやっぱ少なかったので、学生一人一人に重点を置いてくれるのかなと思って広島大学にしました。今は結構そうですね、国試が近いので6年生ということもあって国試対策の勉強をしたりとか、あと卒論発表もあるので自分の研究分野に関する勉強も多少はしています。そうですね、朝9時半、今はちょっとコロナで結構ばらつきがあったんですけど、大体は9時半ごろに研究室に行って、まあ、研究したり勉強したり論文読んだりして、6時ごろに家に帰宅するという感じです。そうですね、結構1年生の夏から病院に行くということもあって、すごく早期から薬剤師のその役割を知ることができて、やっぱり今後のモチベーションになるなと思いました。そうですね、教養試験は、まあ問題、知識系の問題と臨床の実習問題があるんですけど、知識系の方は結構基本的な問題が出るので、まあ、しっかり対策をしてたら大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりその臨床、実際に臨床の方の試験はやっぱり自分の体を動かすので結構すごく緊張しました。質問でした。やっぱりとても勉強になって、実際に行われている治療をこう体験することができて、やっぱり普段机に向かって勉強するよりかはもう断然勉強になるなって思いました。またその印象に残ったことなんですけど、私の指導薬剤師さんがその患者さんと対応するときに患者さんの質問にもうすごく的確な答えを回答していて、なんかもうその姿がとても印象的でした。すごいかっこよくって、すごい患者さんとも信頼関係ができてて、私もなんか将来そういう風になれたらいいなと思いました。そうですね、薬剤師国家試験のなんか参考書、青本っていう結構分厚い参考書があるんですけど、今はそれを解いてます。結構もう本当に分厚い、これぐらいの厚さが9冊ぐらいあるんで、もうなんか日々ちょっとずつ進めていくようにしてます。やっぱり普段は医療従事者側からしか患者のことを見ないんですけど、やっぱり患者さんからの視点で物事を見ることができて、その将来薬剤師になった時にやっぱり役立つ、そういう視点を持つことは役立つなと思って勉強になりました。それはやっぱり研究活動もしながら授業もやっぱりちゃんとそれなりにあるんで、そのテストが結構積み重なる時期とかあるんですよ。研究をしつつ、テスト勉強しつつっていうのがすごい大変だなと思いました。やっぱり先ほど述べた患者志向型合宿勉強会とか、あと早期体験実習とかはやっぱり広島大学にしかないことだと思うんで、その大学生活の早期から薬剤師の役割やなどを学べるっていうのが、まあ、広島大学のアピールポイントなのかなと思います。将来の夢は、患者さんから信頼されて、もう患者さんの役に立てる薬剤師になることです。私は結構まんべんなく勉強してて、まあ、でも英語がちょっと苦手だったんで、高校3年生の夏休みとかは結構もう英語単語を覚えるとかを重点的にやってました。はい、そうです。3年生の夏休みから塾行き始めて、もう塾でめちゃ英語を勉強して、それまでは結構学校で宿題とか出ると思うんで、それをしっかりやってるっていう感じでした。やっぱり英語を重点的にやってた方が、もう大学に入ってからも英語はやっぱ大切だし、将来働くにしてもやっぱり論文とか読むときとかもやっぱ英語で読むんで、もう英語はちゃんとやっといた方がいいなと思います。経験しといた方がいいのは、やっぱり高校生のうちからもう将来なんかどういうことをしたいのかってしっかり考えて、まあそうですね、本当にやりたいことを自分でしっかり考え
ってほしいなとは思いますね。将来なんか大学って通過点じゃないですか。やっぱり将来自分がどうなりたいのかを考えて決めたらいいのかなとかは思いました。今ちょっとコロナで大変な時期だとは思うんですけど、それぞれ目標に向かって頑張ってください。そもそも、僕はその薬を開発するということに昔から興味があって、まあ、その研究をしたいというのが動機です。まあ、その研究ができるというのがやっぱり科学科なんで、そこに志望しました。今、僕は4年なんで研究室に配属されていて、まあ、そこの研究室有機合成化学研究室なんで、まあ、有機の勉強を基本的にしています。加えて、院に進もうと思っているので、まあ、飲酒の対策をしています。先ほども申し上げた通り研究室に配属されているので、まあ、その研究室のコアタイムという形なんですけど、まあ、朝9時から、まあ、大体7時8時ぐらいまで研究室で研究しているような感じです。まあ、1年っていう、まあ、早い段階から、まあ、その学内でどういう研究が行われているか、まあ、どういう設備があってっていう、まあ、どういう人たちがいるのかっていうのを、まあ、見れたのが良かったかなと思います。まあ、それでまあ自分が何したいかっていう考えるきっかけになったかなと思います。まあ先ほども申し上げた通り、その有機合成、まあまあ分かりやすく普通に研究者みたいなイメージでやってもらったらいいんですけど、まあ普通に試薬とかいろいろ混ぜて反応をかけて新しい化合物を作っていくっていう感じですね。研究室の中では全合成と、もう一つメドケムっていう形で2つあるんですけど、まあ、前後者は普通に天然物のものを、簡単な売ってるような簡単なもので作っていくっていうもので、自分がやってるのは逆にメドケムってやつで、薬のそうですシード種になるような化合物を作っていこうという、まあいろいろ作ってそれを、活性試験とかに出して効果があるかどうかを見てもらう、そういうようなものを作っています。がっつり多分製薬の特に研究の部門に関わるようなところのことを、まあ、実際に大学でやれているので、それはまあ自分にとって大きいことだなと思ってます。事業ですか。まあ、僕の場合、まあ、研究室どこに進むかっていうのの、まあ、一番のきっかけになったのが医薬品合成っていう事業で、まあ、自分が、まあ、行ってる研究室の先生が、まあ、授業されてたんですけれども、まあ、そこでの授業が一番、まあ、聞いて、まあ、一番メドケムっていうものを理解して、まあ自分が一番したいと、まあ、最終的にそういう道に進みたいと思うようになったんで、まあ、そこが一番印象に残っています。まあ、一番やっぱ楽しかったことっていうか、まあ、その1年から3年までの授業を通して自分がしたいことを見つけて、そのしたいことを実際に今研究できているっていう、まあ、今が一番楽しいですかね。まあ、薬科学、まあ、薬科学部と基本的に授業的には一緒なんですけど、やっぱ、いろんな授業がある中でかなりそのテストの対策でかなり覚えなきゃいけないっていうような科目、特に薬理学っていうのがあるんですけど、まあ、かなり膨大な量、まあ、それこそ病気とそれに対する薬の名前でどういうふうに作用するのかっていうのを全部覚えなきゃいけなかったっていうのが一番大変でしたね。とにかく覚える量が多かったです。そうですね、薬科学、まあ、広島大学がいるんですけど、薬科学っていうのが、まあそもそも薬を研究、まあ、開発作っていくようなところであるので、やっぱり薬が興味を持っているものにとってはやっぱりそういう作っていくっていう過程でどういうふうにそれが使われていくかっていうことを知れるので、やっぱそこはまあビューポイントというか、まあそこが一番メリットなところじゃないかなと思います。自分がやっぱりメドケムっていう研究をしているので、最終的には製薬企業に入って研究者になりたいと思っています。まあ、そうですね、僕はそこまで高校の時にそこまで勉強できるような人間ではなかったんで、やはり、まあ、結構特にというとやっぱ英語ですかね。英語は、まあ、あまり得意じゃなかったんでかなり苦労して勉強した覚えはあります。なんていうか、他の例えば数学とか高校科学と高校物理っていうのはやはりちょっと大学のものとは違うものがあるんですけど、英語に関してはやっぱ基本っていうか、まあ、それはでき高校の時にできれば大学入っても全然関係なく使えるんで、やはり英語ができるっていうのは大きいことだと思います。やっぱり一番は繰り返しになるんですけど、まあ、英語はやっぱ力を入れて勉強した方がいいと思います。
まあ、単純に、まあ、受験対策ってこともありますけれども、やっぱり英語をしゃべれる聞けるっていうことがあると大学に入って留学に行くっていうチャンスにも使えるので、やっぱ英語ができれば、まあ、そういう経験も、まあ、積極的に参加できますし、加えてまあ第二言語とか、まあ、そういうのも取ってそういう国に行くっていうのも一つかなと思います。本当に英語は、その後大学、その、まあ、社会人になってからでも十分活用できるものなので、その基盤となるのはすべて中学高校からの英語の知識です。とにかく英語は頑張って勉強してください。ていうかね、恥ずかしい。こんにちは、私は広島大学薬学部6年の宮下啓太です。今から私たちの大学生活について薬学部、同じ薬学部の学生に聞いていきたいと思います。まずは今回学生生活についてお聞きするその学生の自己紹介をさせていただきます。では石川さん、お願いします。薬学部薬学科6年の石川文奈です。薬学部薬科学科4年の橋爪ひろきです。薬学部薬科学科4年の吉本夏樹です。はい、では皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、質問に答えていっていただきたいと思います。まず、皆さんは大学生ということなんですけども、大学は高校と比べてどういったところですか？まあ、入学前はどういう大学生活を想像してて、で実際大学に入ってみてその大学生活どうだったかを、答えていただきたいと思います。では石川さん、どうですか？はい、大学に入る前は、講義や実習の時間が多いのかなと思っていたんですが、実際には講義や実習は3年生や4年生、5年生くらいでほとんど終わって、私は今6年なので毎日研究活動をしています。そこが大学に入る前とは予想とは違っていました。で、今は毎日研究室での生活を送っているので、その分自分で実験を考えて進めることが多くて、その分自由な時間を作ることができて有意義な学生生活を送っています。はい、ありがとうございます。同級生の雰囲気についてなんですけど、まあ、同級生が、まあ、薬学科と薬科学科合わせて大体60人ぐらい、同じ学年でいるんですけど、まあ、その人数が少ないんで、もう顔と名前はもう全然誰が誰かっていうのはすぐ分かりますし、ほとんどの人話したことあるみたいなことになるんで、そういった点で、まあ、接しやすいというか、まあ、いい環境なのかなとは思います。で、雰囲気も例えばグループを作ってディスカッションをしたりとかいった授業も結構あったり、あとはまあ実務実習でその同級生と一緒に実習をしたりっていうこともあるんですけど、まあ、そういった時にも、まあ、お互いのことを割とよく知ってるっていうことが多くて、まあ、そういったところで協力し合ったり助け合ったりっていうのはいろいろしやすい雰囲気だったのかなとは僕は感じてます。先輩とか後輩とかの交流ってどんな感じですか？交流はそうですね、部活になってしまうんですけど、その部活では僕は軽音楽をやってるんですけど、先輩とか後輩とかとバンドを組むことが多いので、そういった点ではバンドを組んでるうちにすごい仲良くなったり、どこか旅に行ったり、そういう意味ではそうですね、部活では結構先輩とか後輩とかと交流はすごい多いのではないかなと思います。そうですね、あ
とはです、ね、この研究室とかで、研究室とかで先輩とかの交流がまた増えてくるのではないかなと思います。ありがとうございます。大学の先生ってどんな感じですか？大学の先生、そうですね、まあ、そうですね、研究室に配属されるまでは一番こう関わりを持つ先生っていうのはこう、まあ、チューターっていうなんか学部をこう8人ぐらいの班に分けて、まあ、それぞれの班ごとにこう先生が1人ずつついてみたいな感じで分けられてるんですけど、その成績を学期ごとにこう開示してもらうときにこう先生のところに行って面談してからこう成績見してもらうっていう感じなんで、まあ、そこの先生と一番関わることが多いんですけど、まあ、僕の場合はその先生がこう成績のことだけじゃなくてこう将来どういうことを考えてるのとか、こうそういうなんか将来のことに関するアドバイスとかも結構くれて、まあ、言われたことで言えばまあ英語の勉強、僕もその1年生の時とかちょっとだけはしてたんですけど、2年3年となってくるについてあんまやらなくなって、でもこうそのチューターの先生に英語の勉強をちゃんとしてた方が研究された時とかもいいよっていうことを言われて、ああなるほどって思って、まず実際それでしっかりしたかって言われたらちょっと怪しいんですけど、まあ実際入ってああこういうことかと今痛感しているところなので、まあ言うことはやっぱ正しいんだなという感じで、まあそんな感じでこう、まあ 勉強とかその成績のこと以外もこう結構アドバイスしてくださったり話を聞いてくださったりっていうのがあるんで、こう結構話しやすく交流しやすい先生もたくさんいるので、ありがとうございます。そうですね、確かにそのさっき吉本くんが言ってくれたチューターの先生だったり、まあ、研究室に配属された時の研究室の先生だったりっていうのはなんか僕個人的には高校の先生よりその進路だったり将来について相談はしやすいのかなって思います。っていうのも、まあ、高校の時の担任の先生って結構生徒数持ってる生徒数が多いじゃないですか。40人とか多分持ってると思うんで、それに対してチューターだったり研究室の先生っていうのはその研究室内、私たちの研究室で大体20人弱ぐらいなんですけど、まあ、その生徒なんでよりこう少ない人数をこう親身になって見てくださるというか、そういうところがあるのかなっていうのはすごい思ってて、そういった意味でより相談、いろんなこと相談しやすいのかなとは思います。じゃあ橋爪くん、研究室に今所属していると思うんですけど、研究室の雰囲気ってどういう感じですか？研究室の雰囲気はすごい先輩とか、僕が一番後輩なんですけども、先輩とかも気軽に話してもらえますし、すごいいい雰囲気で研究室生活ができていると思います。はい、ありがとうございます。橋爪くん、研究室一緒なんですけど、橋爪くんの言っているようなことは僕も思ってて、結構先輩後輩とも仲が良くて、あと同級生ももちろん仲良くて、で結構いろんな話をお昼ご飯の時とかにすることがあって、もちろんそのプライベートな趣味の話だったりもするんですけども、それ以外にも研究についての話とかもよくそのみんなでしてて、そのもうちょっと ここをこうした方がいいんじゃないっていうことも話し合ったりすることも多くて、そういった点で結構、みんなの考えが聞けて、研究室の雰囲気はいいのかなと思います。他の学部の学生と交流の機会が一番多いのは部活動かなっていうのは結構思ってて、で、まあ、そういったその部活を通してその他の学部の人と関わることで、いろんな考え方だったり、どういう授業をやってるのかなとか、実習どんな感じなのかなとか、そういうことも知れるので、結構そういった点でその同じキャンパス内に他の学部がいろいろあるっていうのはいいことなのかなと僕も感じてます。今回というか、まあ、最近なんですけど、やっぱコロナでその大学生活が結構いろいろ制限というかかかったりして、その今までの生活とは違った生活になってると思うんですけども、具体的に何か
コロナの影響で変わったなって感じることってありますか？はい、まず毎日の生活では、朝入室するときに体温と入室時間を記録して、帰るときにも帰宅時間を記録するっていう生活スタイルに変わりました。また常にマスクを着用するようにみんなで心がけて、できるだけ離れて生活するようにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、今石川さんが言ってくれたように、いろいろ制限があって、その入室時間記録したりだとか、やっぱ距離保ったりっていうのをしないといけないんで、そこはちょっと結構なんだろう、もどかしい部分もあるかなとは思うんですけども、でもそういった中で、その僕が感じたのは、そのコロナだからこそ、その例えば私が所属している研究室だと、そのセミナーをもともとはみんなで同じ部屋に集まって、でそこで一緒にやるっていうことだったんですけれども、それを、今回のコロナの影響でそのオンライン上でやったりだとか、そういったことでその逆に意見が言いやすいっていう人ももしかしたらいるかもしれないし、そういった点で、悪いことばっかりじゃないのかなとは僕も感じることはありました。授業も、一応オンラインに切り替わっているんですけど、最初はそのなんだろうな、オンラインっていうことなんで、あんまりその話を理解しづらいというか、例えばスライドのどこを示してるか分からないとか、そういうこともあったりするのかなって思ったけど、意外とそういうこともなく、なんかディスカッションの授業とかもあったんですけども、それも意外となんとかなりましたね。食事についてなんですけど、自炊はしてますか？あ、はい、してます。おどのくらい、でも毎日作ってます？そうですね、なんか、友達と食べに行く時とかは除いて、自分でこう一人で晩ご飯食べる時とかは、もう外食はせずにできるだけ自分の家で作るようにしてます。あ、なるほど。得意料理とかありますか？オムライスです。学費や生活費はどうしてますか？学費や生活費は親に助けてもらってます。そうなります。そうですよね。それは。学費でも奨学金とか借りてる友達もいるので、そうですね。奨学金借りて後から返すっていう方も。私はそうです、親に頼りきってるので来年から心配です。結構奨学金とか借りてる人も多いから、そういったところでなんかこの書類どうやって出すのみたいなので、いろいろ話したりもできるのかなとは思います。大学生活をする上でアルバイトとかってしてますか？はい、今は塾講師の方を週2でさせてもらって、勉強との両立はやっぱりテスト期間中だと結構厳しいこともあるんですけど、テスト期間のテストの前の2週間ぐらい前からコツコツやっていったりすると、別にテストはきちんと乗り切ります。おっしゃる通りですね。休日はどんな感じで過ごしてますか？休日は、私はケーキ屋でアルバイトしてるんですけど、私は平日にはあまり入ってなくて、休日にアルバイトに行くことが多いので、ほとんどアルバイトしてます。
が、土曜日は、午前中に2週に1回はその研究室でのセミナーがあるので、午前中はセミナーに出て午後からアルバイトとかそういう生活を送っていて、たまに休みの日は広島市内の方に買い物に行ったりしています。なるほど。いや僕は、まあ、アルバイト一応してるはしてるんですけど、あの休みの日を全部潰してアルバイトってのはできない、できないというか、なんか一日は休みたい派なんで、そういう石川さんみたいなライフスタイルはすごい尊敬します。なんかすごいなって思います。広島ってどういうところですか？なんかおすすめスポットとかおすすめの食べ物とかあったら教えてください。おすすめ食べ物そうですね、おすすめスポットは、広島県は、結構いろんな市とかあるんですけど、広島市だけじゃなくて、例えば尾道市とか、ここって結構このドライブ、大学生になったらこう免許取られる方とか多いと思うんですけど、ドライブでこう結構行けるスポットが尾道だとか、しまなみ海道とか、こう結構いろいろあるんですけど、そういうこう土日にこう友達と一緒に遊びに行って楽しいところがいっぱいあるっていうのはすごいいいところだなと思います。であとおすすめの食べ物はお好み焼きですね。でいっぱい広島風お好み焼きって言ったらいっぱいお店がこういろんな種類があるんですけど、ここは結構みんなどうせ同じ味なんじゃないのかなってこう思う方もいると思うんですけど、意外とお店によってこう味が違うみたいな分かる時もあると思うんで、ぜひ広島に来たらいろんなお好み焼き屋さんに行ってみてください。はい、ありがとうございます。広大に入って良かったことってありますか？広大に入って良かったこと、さっきの広島大学のいいところでちょっと出てたんですけど、医学部と歯学部、薬学部が同じキャンパスにあるので、部活動も医学部、歯学部、薬学部の合同の部活動が多くあって、で私は卓球部に所属してるんですけど、卓球部もいろんな学部の人が所属してるので、すごく70人か80人くらいで大人数でいろんな人と関わることができたっていうのが一番広大に入ってよかったなと思います。はい、ありがとうございます。大学に入学したらやっておいた方がいいこと、これやった方がいいんじゃない、これやっとけばよかったとか、そういうことってありますか？一番思うのは、英語の勉強を継続してした方がいいと思います。高校生の皆さんは今英語を一生懸命勉強されていると思うんですけど、大学に入ってからも英語の授業もありますし、また研究室に入ってからは英語で論文を読むこともあるので、英語の力はずっと必要になると思うので、大学に受かったから英語の勉強をするのをやめるのではなくて、継続的に英語を勉強して TOEIC とか受ける機会もあるので、そういうところで自分の点数を上げていく努力をしていったらいいと思います。はい、ありがとうございます。僕がこの広島大学の薬学部にも入るまでに 何をやったかというか、どういった工夫をしたかっていうと、そうですね、
広島大学の受験の特徴としてやっぱ英語が結構特徴的というか、他の大学とちょっと違う点が、まあ、受験を考えていらっしゃる皆さんだったらもしかしたら分かっている方もおられるかもしれないんですけど、そういったところでその、まあ、そういったことがあるっていうのをまず早めに知っておくっていう意味では、その志望校をまず早めに決めてしまわないと、そういったその志望校の試験の特徴っていうのもつかめないと思うんで、志望校を早めに絞って、でその志望校の傾向を知って、じゃあその対策をするっていうのを、まあ、なるべく早くするっていうことを僕は意識してました。そうですね、そうですね、大学の授業になると結構専門科目とかで難しいこととか応用的なことを学んでいくと思うんですけど、やっぱりその分野の基礎が結構分かってないとついていけなくなるっていうことも多くて、僕自身もその基礎が分かってなくて基礎から学習しないといけないなって感じることも多いので、高校生の皆さんはその高校の科目の基礎の部分をしっかり勉強してもらえると、大学でもそうですね、学習についていけるのではないかと思います。はい、ありがとうございます。僕も、高校3年間サッカー部に入ってて、引退したのが秋頃で、結構もう受験まで時間がないっていう状態だったんですけど、まあ、その時にもやっといてよかったなっていうことは、まあ、今この動画を見られてる方が高校3年生だけじゃなくて1年生2年生の方もおられるかなとは思うんですけど、まあ、特別なことをするんじゃなくて、こうまあ日々まあ塾に行ったりその学校の先生の授業だったり受けてると思うんで、まあ、ただそういう日々復習を、部活とかでしんどいとは思うんですけど、日々その復習を続けてそれを習慣づけるだけでも、そのいざこう部活をやり終わって受験勉強に入るっていう時に、もう基礎は多分それ頑張ってできている状態なんで、もうあとは そこから、まあ、先ほど言われた通り、その志望校に合わせてこう二次試験の対策したり、こう応用段階の対策をできるかなと思うので、まあ、やっていった方が良かったなって思うことは、日々の復習っていうところですかね。であと、まあ、先ほど、まあ、これも先ほど言われたんですけど、志望校は早めに決めてた方がやっぱ対策は立てやすいかなと思います、はい、ありがとうございます。では石川さんどうですか。私は生活習慣のリズムを規則正しくするっていうのが大事だと思います。そうですね、私も3年間というか2年半ぐらいは部活動をやっていて、その時期はすごく忙しかったんですけど、部活を引退してからは勉強日本語書を入れなくちゃならないってなって、でそこからはもう夜はすごく眠くなるタイプだったので、朝方に切り替えて朝4時に起きて10時に寝るっていう生活をしてました。で、まあ、その生活スタイルは人それぞれでいいと思うんですけど、規則正しくするしてしっかり食べてしっかり寝るっていうのが、テストとかも万全な体調でできられるし、本番も自分の実力を発揮できると思うので、普段から規則正しく生活するのが一番大事だと思います。はい、ありがとうございます。せーの、広島大学でお待ちしてます。